皆さんこんにちは、さっちんです。今日もスカイリムやっていきたいと思います。さて今回はちょっとリフテンの街の外のマップ名をしようかなと思います。この周辺多分まだ見つけてないところがそこそこあるので、見つけて、あ、これも見つけたい、これも見つけたい、うん、この辺周辺をちょっといろいろとマップ埋めていこうかなと思います。それではやっていきましょう。それじゃあ行きますか。まあ、そこそこ埋まってはいるのかな。とりあえずこのリフテンからいろんなところを回って地図埋めてこう。リフテン、キセロはリフテンが好きだ。詐欺師にゴロつきに人殺し、うん、楽しくなりそうだね。よし、あ、ちょっとどっかなんか今のところ何もなさそうだ。キセロには盗賊というものがよくわからない。誰かを殺す前にその持ち物を奪うんだって。そうらしいね。俺が行かれてるって言うんだから。ちょっと道なき道行くか。あー、青い蝶々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 取れた。なんか違うところに来ちゃってんな。これなんだろう、ショールストーンかな。ショールストーンだ。グリーンウォール砦、ここ、あの、一応制圧しました。あ、でもあれか、復活すんだっけ。まだ山賊の砦になってるから。あ、違う、もうストームクロークになってる。あれ、そうだよね。あ、ちょっと登れない。ストームクロックの人になってる。あ、待って、やっと見つけた。これ、これ行こう。やっと見つけてないところ見つけたよ。じゃあこれ行きましょう。早速見つけに行こう。お、2つ出てきた。洞窟もある。先にどっちが近いかな。どっちが近い、微妙なとこだな。あ、こっちの方が近そう。こっちから行こう。どっちだこれ。おお、クマ。あ、待って、やめて。あ、痛い。あ、いや、片手で行こう。よし、いや、武器も強化したからね、そこそこ、そこそこ使えるようになったよ。あれもクマじゃない？クマ多いな。あ、ちょっとやめろ。ちょ、鹿に、キツネに何をするんだよ。ちょっとクマ多いな。スプリガンいる。痛い。ウォータムシェイド。よし、倒した、倒した。あと誰？なんかまだいるっぽい。ちょ、ちょうちょ欲しい。よし、ラザー。ちょ、ちょ、ちょ、必死。え、カリウドさん死んでる。偉大なる強き聞こえ。カリウドさん死んでるんだけど。リベンの父。ああ、やった、スキルブックだった。いいものよ。あ、ちょうちょ、ちょうちょいる。ちょうちょはね、大事。青いちょうちょは大事。ナイフをお腹につけたてよ。オッケー。こんなもんかな。かわいそう、キツネさんよ。
この声はあなたのものなのかい？おっと、2つ出てきた。じゃとりあえず洞窟の方行くかな。あれ、狼だ。どこから来ましたの？勝利ですよ。しよしよし、もらっとこ、皮もらっとこ。なんだここ、登れる？これこっちかな。上の方っぽいな。よしよしよし、登れ登れ。あー落ちた。登れ登れ。よしよしよし、強引に登れ。あー、あれか。え、何あの人、やばくね？倒していいんだよね。痛い目に遭うわよ、下がりなさい。強い系なんですけど。やってみなさい。あーあー、食らった食らっちゃった。まあいいや。なんだここ、ボルダーフォール洞窟。へえ、これ行ったことあんのかな、私初めてかもしれない。さっき転がり落ちてなかった？あ、いたいたいた。また洞窟ですの？そうなんですの。地下にはもう飽き飽きしていますけど。ごめんなさいね。あなたがどうしてもというなら。OK。仕方がありませんね。お、結構なんかいろいろと出てきたね。家も気になるんだけど、このドラゴンの方も行きたい。いや、家から行こう。家はどっち側だ？ちょっとこの裏側から行くか。いや、ドラゴンも行きたい。ドラゴン一箇所しかまだ見つけてなくて、そろそろなんか見つけたいよね。先に家の方行こう。あー、うさぎさん。うさぎちゃんだ。え、嘘、崖？崖下これ。ちょっと降りたくないんだけど。あれか、これ戻ってこれる？あー、戻ってこれなかったらさっきの洞窟にワープするか。そうしよう。じゃあ降りよう、あの家をね。何の家だあれ、これ何？レッドウォーターの隠れ。あー、これあれじゃないの？え、見張り。私は何も持ってないわ。スクーマが欲しいなら下へ行ってよ。あ、やっぱそうだよね、これ吸血鬼の。え、ちょっと楽しいんだよな、ここ行こうどこだっけ、下、下に行くやつ。あれか。入ってきちゃった。入ってきちゃったよ。門番。待て。はい。下に降りるなら武器をしまえ。さもないと仲良くすることになるぞ。分かった。中に入るなら妙な気は起こすな。はい。あ、宝箱。さっさと下の階に降りろ。ありがとうございます。目障りだ。はい、ありがとうございます。あ、車中毒がいっぱいいるんじゃないこれ。うわー、やばい、煙出てるあ、どうもどうも。あー、いらっしゃい。はい、ここは初めてでしょ？初めて。まずは買い物をしてね。はい。部屋に入りたいならその後よ。はい。緊張してるみたいね。お、部屋に入ってリラックスしたら味見させてもらえないか。もう一本言っとく。まあここは初めてみたいだし、いいわ。空いている部屋を見つけて楽しんで。ありがとうございます。もう一本ぐらいいけない味見させてもらえないか。他の人と同じようにお金を払って楽しんだらどう？慈善事業じゃないのよ。すいませんでした。一本まで。そう、ご自由に。やばいよね。いそう。
おお、空いてる部屋あんの。おお、帝国脱走兵だって。すごい咳ばれしてる。ここ空いてるね。ちょっと待って、みんなの見に行こうよ。大丈夫か、中毒者。死んでるし。嘘でしょ。中貴族。ちょっとなんかやめてもらいます、そういう息すんの。ここも空いてるっちゃ空いてるね。あ、そうですか。緊張部屋に入って、多分ここ開けた、開けて奥に入った瞬間敵対しそうなんだよな。まあよくわかんないけど、ここでちょっとスクーマ決めとく。ここでちょっとスクーマね。薬だよな。うわ、名前ついてる。レッドウォータースクーマーだって。あ、しかもスタミナ回復するっぽい。めっちゃ普通にいいやつじゃん。でもスタミナあるんだよな。あるんだよな。ちょっともったいない。やっぱりやめとこう。買って帰ろう。買って帰ります。ちょっと敵対させたくない。ちょっとか、普通に買って帰るわ。まあ見ていって。あ、これ全部買おう。ありがとうございます。普通のスクーマーいいや。食べ物とかあんの。あー、ちょっとなんか売れます。なんか売れますか。これいらないんであげますね。ありがとうございました。はい、はい、また来るわ。ここはまた来るわ。ちょっと面白いじゃん。ちょっとこの宝箱欲しいんだよな。ありがとうございました。お邪魔しました。よし、それじゃあさっきの洞窟まで戻ってきました。ボルダーホール洞窟ね、戻ってきました。先にどっちがいいかな。そいつは泥棒じゃない、俺の妻だ。こっち見に行こう。どっちが近いんだろう。あー、こっちかな。なんかしらの野営地っぽい場所。多分ストームクロックだと思うけど。あー、クマいる。あ、ごめん、グリルウルフに当たった。それだけか。彼の服に火をつけてやろう。よし、なんかいっぱい出てきたな、こっち側も。とりあえずこっち、キリがないから、これを見つけたらさっきのドラゴンの方行こうと思います。あ、野営地じゃないのか。野営地じゃなさそうだね。鹿が多いな。池的な。あー、なんか来たよ。あ、危ない。カリウドさん攻撃するとこだった。カリウドだ、カリウドさんだったわ。オッケー、ちょっとあのチョウチョだけ取って。オッケー、はいはい、オッケー。そしたらさっきのドラゴンの方行こう。やっと二つ目ぐらいかな。なんか鉱山もありそう、あの辺。おー、ドラゴンの方近いね。登ったらある。なんか道が違うな、これ多分。どっち側から行けばいいんだ。この上なんだけど、ちゃんとした道見つけたいんだけど。怖いよ、ドラゴンは。上がってけるこれ。結局ルートが。でもな、あの、ついてこれないと困るんだよな、この人たちが。
ルート見つけよう。ドラゴンの、スケルトンさん。おお、結構いいね。全部もらおう。なんかスケルトン死んでる。宝箱の前で。ちょっとぐるっと回るか。しょうがない。あー、トロールいるね。こっから行ける？あ、行けそう。当たるかな？あ、当たった！おお。自分でも驚くわ。もう上だから、ショールストーンから行くか。これショールストーンじゃなかった？おい。どうやって行くんだこれ。ショールストーンさ、なんか石届けろっていうクエストなかったかな。これかな。これっぽいんだけど。あ、そうだ。どこだ。あ、いた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 。ちょっとついでにやってこう。鉱山で働くために来たのなら気の毒だな。これこれ、鉱石のサンプルのために来た。やっとだな。何週間も前に手紙を送ったんだ。あのエルグリム、奥さんに着替えを手伝ってもらわないと。ズボンを履くのも忘れるやつだ。嘘でしょ。そんなバカな。ほら、アフジョルグに時間に見合う分ならいくらでも削り取っていっていいと伝えてくれ。オッケー、了解です。鉱山に何か問題が。雲だらけなんだよ。いや、キモい。それが問題だ。雲が現れた時は、うん、グログマも俺ももう少しで死ぬところだったよ。ゾワッとするよ。すぐに餌を求めて鉱山から出てくるんじゃないかと思ってな。キモい。心配なんだ。そうなればもっと厄介なことになるからだ。そうね、うん。あんな奴ら全くの役立たずだよ。敵兵に注意しておきますとかなんとかお決まりのセリフを言ってたけどな。そんなもんよ。この鉱山が全く使い物にならなくなったらここを守って何になるって言うんだ。バカだよ。では、あ、間違えた。自分を偽るな。あー、待って。我々の血の中には石がなく雲だ。すぐに餌を求めて。あんな奴ら、この鉱山が全く使い物。こうしよう。約束を守ってくれたらかき集められるだけのお金をポケットに詰め込んでやる。ほんと？じゃあ考えとくよ。自分のせいでお前を死なせたくない。レッドベリー鉱山。鉱山では注意しろ。うん、わかった。カーリアは信用できると思う。出れない。何が言いたいのか聞いてみよう。やだ、雲なんてやだ。雲なんてやだ。気が向いたらな。やだよ、雲に囲まれるなんて気持ち悪いな。しかも巨大なんだよ、あいつら。もうでっかいのは嫌だ。これじゃないの？もしかして、レッドベリー鉱山って。可能性ない？やだなぁ。どうやって行けばいいんだ、あの。道がないんだよなぁ。道なき道を行くしかないのか？あ、行けるんかな？あ、行けるかも。こっちが、おぉ。こっちを見てる。引き裂いて。おい、本気を出してみろ。大丈夫か。ちょっと落ちてた。どうやっていこう。登れる場所がないんだよな。ちょっと待って。しょうがない、気合と根性だな。気合と根性で。あー、鹿が死んでる。こっち側ぐる、あー、ここだ。これじゃないね、ヤギさん。
やっと見つけた。多分こっから行ける。多分ね、こっから上がって鉱山も行けるし、多分その噂の噂の、うん、これ行けるね。行けるわ。ついに、うん、ちょっとキモいんだけど。噂の子いる。いやー、こっち来た。キモい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 。シェラーナさんいないし。いるわ、いたわ。キモいんだけど。いやいやいやだやだ、気持ち悪いよ。鉱山発見。鉱山の向こう側にあるんじゃない、このドラゴン。来ましたよ、鉱山は。母に花を取ってこないと。綺麗な綺麗な花がいい。あ、違った。全く違う洞窟だった。洞窟、鉱山だった。これはこっち側じゃない。そして男に言った。そいつは泥棒じゃない、俺の妻だ。好きなんだよね。いや、わかんない、この生き方よ。生き方わからんのだが。危ない、これ落ちたら死ぬかな。よし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 。やっぱ崖登ろうかな。それが一番なんか楽そう。シャドメアに乗って行こう。うん、愛しき母よ。ジャンプ使えば登れそうな気がする。から守るからね。あれ、これなんか違う場所になった。え、ちょっと怖いんだけど、ちょっと下ろして。もう降りれた。クリスさん降りれないかと思った。え、怖いんだけど。あ、もういるじゃん。やだやだやだ、見つかったわ。あ、この辺っぽい。ここか。あ、到着。ノースウィンド山頂。ちょ、中に入ろう。あ、怖い。あ、来た来た来た。やだやだ。うわ、怖いよ。シェルもでも来てるわ。よかった。いける。シソロだけ来た、もう。よかった。デスベルもらおう。あ、なんか本もらっちゃった。あ、やった、吸えた。この声はあなたのものなの。骨持つと重くなるんだよな。あ、やった、またのシャウト来た。まぬけなシェロ。オーラウィスパー。オッケー、ドラゴンの場所を読み込みました。いや、ショールストーンに今戻ってきました。なんだっけ、これ行こうかな。なんで行かないの、これ。レッドベリー鉱山ってどこなの。レッドベリー鉱山、話聞かなきゃダメかな、もうちょっと。場所を教えてくれんのかな。カーリアは信用できると思う。何がいいの。不潔なガキどもだな。そこに移ってきて居座ってしまったんだ。へえ。一晩のうちにな。どこから来たのかさえわからない。今はまだ怪我人も出ていないが、鉱山に留まっているようだ。だけど
いつまで続くかなんて誰にもわからないだろう。まあね。俺たちが鉱山に戻れなかったら町は沈んでしまう。鉱山どこ？レッドベリー鉱山という名前はこの場所を覆う赤い霧から来ているんだ。しばらくしたら慣れるよ。ツンドラの温泉のような匂いだろ。何が原因かは分かっていないがね。なるほどね。場所教えてもらえないんだけど。自分のせいでお前を死なせたくない。レッドベリー鉱山どこ？鉱山どこ？あ、これか。なんだよ。なるほどね。おい、大お前みたいな冒険者だったんだがな。そうかい。あー、やだー。嫌だけど倒すよ。もういるし、早速。気持ち悪いよ。いやー、キモい。キモさがえぐい。誰かいるのか。外した。何か聞こえましたか。当たんない。よしよし。チームは誰かいるのか。まだいる。これ落とせないかな。ねえ、気持ち悪い。音がもうキモいんだけど。どこ？あ、いるいる。一回で知らなかった。死んだ？死んだっぽい。これ落とせないのかな？あ、死んだ。え、気持ち悪いんだけど。あ、もう、あ、もうでもなんか終わったっぽいから、もういいや。もうここに用はない。二度と用はない。あ、よかった。いろいろとよかった。街すべて、うん。なんか巨大なのが出てきて、かんぬんになるかと思ったからさ。よかった。じゃあいいや。奥行かなきゃいけないかと思ってたから。倒したぞ。倒したぞ。秒で倒してきたぞ。不潔なガキどもだな。もういない？いないよ。一匹たりとも？うん。死体はあるけどな。おお、それはすごい。やっと鉱山を再開して、ショールストーンを地図に戻せるな。ほら、我々の感謝の気持ちとして、この贈り物を受け取ってくれ。おお、すごい。ありがとうございます。1500ゴールドは、満足。我々の血の中には、死んでろ死んでろ。おーし、ロバーごめんな。道が通れなかったもんで。雲何度でも蘇るイメージだったんだけど、ここ一回切りだっけ。よし、あともうちょっと探して終わろうかな。ショールストーンから降りて、